なのにぶつかったら私死んじゃう。ユナ、これはユナの性格や行きそうな場所に詳しい人間の仕業ですね。え、どういうこと？ユナの部屋にあった毛虫も関係あるかもしれません。とりあえずここは危険だから他の場所に行きましょう。ねえねえ、ここはやめにしようよ。こんなところにマネージャーがいるわけないよ。探しもしないでそんなこと言っていいんですか？いいの？ねえねえ、ここはやめにしようよ。探しもしないでそんなこと。いいの？おはよう、ユナちゃん。あ、おはようございます。ユナ、免許証のことを聞いてみてはどうですか？
私チョコレートパフェが好きなんですけど、ユキノさんは野球チームだとやっぱり和食が降ってきたりしますよね。ユナ、それ緊張しすぎでわけわかんないですよ。ユナちゃん、さっきアイドル仲間の楓ちゃんが来てたわよ。ユナちゃんのマネージャーが小道具室で何か探してるって私に教えてくれたんだけど。行くんですか？ユナ、安心してください。単なる蛇のおもちゃです。私、蛇と毛虫は大嫌い！こんなのってひどい！ひどいのはどっちかしら？え？誰かいるの？ユナ、今日こそ偽お嬢様の化けの皮を剥がしてやるわ。え？誰なの？教えてくれないのってずるい！ねえ、だーれ？教えてくれないと、泣いちゃうよ！楓ちゃんじゃない。意地悪しないでよ。楓ちゃんというと？お友達というか、アイドル仲間というか。仲間ですって？冗談じゃないわ！あなたのようなインチキお嬢様と一緒にしないで！わかりました。あなたが毛虫で驚かせたり、照明を落としたりしてユナをいじめた犯人ですね。よくわかったわね。さすが光の使徒 H の L なわね。あ、
楓ちゃん、エルナと知り合いだったの？言ってくれればいいのに。ユナ、とぼけてる場合じゃありませんよ。彼女は闇に心を奪われています。ユナ、覚悟しなさい。行くわよ。なかった？やだ、死んじゃったのかな。私もしかして殺人犯？大丈夫です。闇のパワーが消失したから、その衝撃で気を失ったんです。よかった。でも楓ちゃん、私のこと嫌いだったとしたらショックだな。嫌いというわけではなく、きっとユナの成功を羨んでいたんでしょう。闇の力はそんな弱い心につけ込んで人を支配するものですから。けどもう安心です。ユナの光のパワーでそんな心は吹き飛んでしまったでしょう。よかった。でもこんな裸に近い格好で寝てるの見られたら、楓ちゃん
恥ずかしくって生きていられないかもしれない。どうしよう。そうだ、このお相撲さんのぬいぐるみを着せてあげれば恥ずかしくないかも。そうですね。でも逆の意味で恥ずかしいと思うんですけど。そうかな。それよりここは早く離れようよ。マネージャーもいないようだし。探しもしないでそんなこと言っていいんですか？じゃあ、カエデちゃん、またね。やだ、なんだろう。何の音かな。怪獣が卵を産んでる音だったら嫌だな。どこからそういう発想になるんですか？でも、一応調べるだけですから、ちょっと入りましょうよ。ね、ユナ。石川マネージャー、こんなところで何をやってるの？Thank you.
ユナ、それよりもロープをほどいてあげないと。あ、それもそうね、忘れてた。助かった。テレビ局に着いたらいきなり楓ちゃんに縛られちゃってどうしようかと思ってたんだ。免許証を探してるんですけど。免許？それなら今日うちの事務所に届いたんだよ。本当にユナはおっちょこちょいだな。でも石川さんこそ人のこと言えないじゃない。はい、免許証確かに渡したよ。ところで私休みが欲しいんですけど。まあ、この頃ハードスケジュールが続いたからね。OK、少しはゆっくりできる時間をあげるよ。でも、怪我だけには気をつけてね。ありがとう、石川さん。これでクルーザーに乗れますね。さあ、空港に向かいましょう。